やっと日が差してきました。今日は、ジングライダーズの C クラスボナンザの軽量版カミーノの試乗をします。ですね、コロナのせいでって言いますか、なかなか、リアルなコンディションで試乗できなかったもんですから、インフォメーションが遅れていましたが、最近秋になっていいコンディションで、いろんなところで飛んでみてるんですが、なかなか素晴らしい機体です。ボナンザ自体が非常に、今までのジンの、彼らとか、今までの感じだとちょっとこうアタックするっていう感じの、グライダーだったのを、少しマイルドに仕上げたといいますか、非常に乗りやすくて、素晴らしい C クラスのグライダーだったんですが、この軽量になってですね、軽量グライダーの良さといいますか、サーマルとか風を非常によくこうサーチしてくれるといいますか、感じやすい、サーマルが分かりやすいといいますか、こうおっとりしてる感じなんですけど、ちゃんとこう入っていくというような仕上がりになってます。エアインテークは、ドルフィンノーズといいますかね、ジンの特有のかなりギャップのあるインテークです。でしっかりしたプラスチック、黒いこのプラスチックロッドっていうのは非常に安定感があって、ロッドっていうのは伸び縮みするんですけど、これが一番、伸び縮みしない安定感のあるロッドっていうことで、ここの成形が保たれてるはずです。ジン・カミーノですね。はい。もちろん、ラインは全部ケブララインでできてまして、ライザーが少し、変わってます。ここに C ステアリングっていう、タグがついてますけど、 C ライザーを引っ張ると、この股のところを引き下ろすと、B と連動してですね、すごくいいアングルになるっていうシステムだったんですが、ボナンザの場合は C のこれだけを引っ張っちゃうと、ここが降りてこないシステムになってて、うっかりこれだけ引っちゃうと、翼端だけ速度が残ってですね、ちょっと不安定になるっていうのをですね、こうちょっと仕組みを変えて、このリングで、C ラインの外側を降りてくるっていうんで、非常に、うっかりなんか引っ張っちゃっても安定感のある、ライザーになりました。ですからスピードシステム、速度を出しても非常に安心感のあるグライダーです。ちょっと渋い感じですけれども、もうちょっと今1時半ぐらいですので、2時ぐらいになれば西日になって、いいレポートができるんではないかと思います。はい、今日はジン・カミーノを試乗してます。立山の午後ですが、非常にいいサーマルに巡り合ってます。はい、フルスピードでずっと行きます。今日は立山、非常にいいコンディションに巡り合ってます。カミーノの試乗してますね。運転は1700ぐらい、雲が発達するとあっという間にオーバーキャストになるような感じで、もうエリアはもう一瞬晴れたんですけれども、もう、雲の中ですね。ですから日の当たっている対岸に行ってみたいと思います。カミーノ最高です。はい、ツバメが上がってきました。サーマルに入りますよ。はい、少しピッチを抑えて、本当はしっかり入って加速感が出たところでロールインがいいんですけどね。はい、今日が当たり始めたばっかりなんで、サーマルがあるということなんで、うわー、いいですね。すごい、あっという間にオーバーキャスト、すごく気温減率がいいんですね。まあいいサーマルでした。最初のサーマルはこっち側は少し風が強くて難しい、でも、なかなか素晴らしいロケーションで楽しめてます。
バンクを戻されないように、いつもちょっとバンクを掛け気味、戻る前にちょっと引いてバンクを維持する感じになります。はい、渋い時はできるだけ翼の性能を落とさないように、フレコードはあんまり引かない感じでね、翼のサーチサーマルセンサー能力に任せます。神野はそれが結構強く、アップライトにならない程度に、サーマルに入ってってくれます。ほぼ0メーター。神野はなんか本当によく飛ぶ感じなんですよね。ちょっとその他と比較しないとわからないですけど、かなり滑空がいいです。で、あまり降りる気しないですし、まあ、実際リアルなコンディションの中での、パフォーマンスを持っている感じがします。非常にいい機体です。ぜひ今年の冬の朝霧ではぜひ皆さん試乗してですね、あ、こういう機体がいいなと思っていただくと嬉しいですね。